9時から7時の間はですね、マッコウホーヨガというのをベッドの上でやります。その後ですね、行徳は駅前公園に出てきてですね、連合太極拳というのをやります。もうすでにですね40年近くやってるでしょうね。28歳からやってますからね。そしてですね、月に2回ですが、私は空手に行きます。大学の道場と町道場ですね、空手に行きます。空手はですね55年ぐらいやってますかね。月2回です。そして週ですね2回か3回なんですが、自分で、アレンジ開発したですね、ジジイ流トライアスロンというのをやってます。このですね、野鳥公園、これは私の家から自転車でですね10分ぐらいかかるんですが、この周りをですねロードバイクで走り、そのままですね、浦安のディズニーランドまで走っていきます。そしてだいたいですね距離的には4キロぐらいになりますかね。その後ですね、南行徳のティープネスというスポーツクラブに入ってますので、そこでですね泳ぎます。泳いでですね、その後走るのはですね、スポーツクラブの中にはロードランナーってのがあるんですよ。走る機械があるんですよね。それを使ってですね、だいたいまあ数キロ走ります。泳ぐのはですね25メーターを 10往復ぐらいしますから、まあそこそこですね。走って泳いでロードバイクですね。これはですね、決して時間とかですね激しくやらないで、もったりゆったりと健康のためにやってますから、これは私が開発したですねジジイ流トライアスロンと言います。これ後ろに貼っておきますので、私はそういうわけで、適度なですね、飲みすぎない、食べすぎない、適度な飲食と毎日欠かさず3つ、マッコウヨガ、連合太極拳、ジジトラ、月2回の空手、これのアレンジをやって楽しんでますから、すべてですね苦しんでやるんじゃなくてですね、レジャーですから楽しんでやってますので、健康にいいかなと思ってます。はい、これはですねそれぞれ何十年とやってきてますが、趣味ですので楽しいなと思います。環境を楽しみながらね。はい、今日はこのあたりでですね終わりにしますが、一旦やると決めたらですね、いつまでもいつまでも諦めないでずっとやるということが、結局は結果が出ますね。私の場合結果はですね病気知らずなんですよね。病気知らず。はい、今日は皆様にですね、行徳は野鳥公園、私の好きなスポットですね、野鳥公園の全景をですねお見せして、今日は終わりにしたいと思います。